はいどうもタイタイです。本日はですね、サッカー日本代表アジアカップ日本対イランということでですね、まあ結果はですね、まあ2対1で負けてしまったんですけど、いやまずはですね、やっぱ日本代表お疲れ様でした。本当に楽しかったですよ。アジアカップ決勝まで行ってほしかったですけど、まあ今回はですね、まあ日本代表戦振り返っていきたいんですけど、やっぱりタイタイ FC はですね、まあ選手一人にフォーカスして振り返っていきたいんですけど、まあ今回はやっぱ久保建英選手にちょっとね、僕はフォーカスしていきたいなと思ってまして、で久保選手ね、ボールロスト多かったよとか、まあそういった声あったんですけど、久保はやっぱりその圧力かかるところでもチャレンジしてたからこそ、やっぱその分ロストも多くなるんですよ。で今回は久保建英が交代してから圧倒的にもうなんか流れ悪くなったんですよ。やっぱなんだかんだ久保が出てる時って決定機作れてました。でそういった久保がいなくなって、なんで日本代表の、まあ僕的にはもう歯車がなくなったと思ってるんですけど、歯車が回んなくなったのかっていうのをですね、個人的視点で解説していきたいなと思っているので、最後まで見てくれると嬉しいです。でまずですね、50分のシーンですね、上田綺世の決定機を作った久保のクロス上げたシーンなんですけど、でここにやっぱ久保のオンザボールだけじゃないオフザボールの武器がここ隠されてまして、伊藤洋輝がボール持ってると。でこの時久保まだライン間にいて、まあ、ボール受けれる位置じゃないんですよね。ここだと捕まってますから。でここでスプリントして高い位置取ってくれたことによって、まあ、相手のディフェンスをそのまま連れてってくれると。でここにポケットできますと。で久保建英選手ね、もうこのポケット開いたことをもう瞬時に認識してるんですよね。もうここに移動始めてます。伊藤洋輝選手は遠藤選手に一旦ボールつけると。で遠藤選手がね、リターンした瞬間に相手ディフェンスは久保のこと見えてないんですよ。もう誰も、もう伊藤洋輝にプレスかけると。でそうなってくるとやっぱり久保がここでフリーで受けれるんですよ。でこれどういうことかっていうと、相手の強度高かったです、イラン。で強度が高い時ってやっぱ真ん中で崩せなくなるんですよ。真ん中でコンビネーションして崩せてたところが、そこの強度が上がると、もうフィジカルレベルも、もう体格的にもスピードも速かったですから、イランは真ん中で選手も圧力感じるようになっちゃうんですよ。でこれ堂安選手も言ってましたけど、前につけれる時もなぜかつけれなかったみたいな。でそれで蹴っ飛ばして、フィジカルレベル的にも相手高いからもうそれ回収できなくてって言ってたんですけど、いやまさにそう でだからこそ、まあ、こういったね、まあ、瞬間的に生まれたサイドのポケットに真ん中から流れていくっていう、久保はここの隙間を見つけることができるんですよね。プレスがかからない場所をもう瞬時に見つけることができるんですよ。でここで久保クロス上げて、上田綺世の決定機ですから、これ決めてれば1点でしたし、もう全然決めてもおかしくなかったシーンなんですよ。でこれ森田選手が得点したシーンも、まあ、ボランチの森田がサイド流れて後ろ向きで圧力かかるところで受けないで一旦サイドに流れることによって、真ん中からサイド行ってますから、やっぱ森田浮くんですよ。でそこでしかも半身でボールもらえるんですよね。サイドだったらボランチだったらね、ちょっと背中向きになったり後ろ向きになったりして、しかもプレスも360度かかっちゃうところを半身で受けれる、かつまあプレスも180度からしかかかんないんですよ。後ろタッチラインですから、タッチラインの外からプレス来ないですから。でここで一旦引き出してから上田綺世につけて、まあこれ上田綺世のスーパープレーからの、まあここから森田のスーパープレーですけど、やっぱこのね、相手が強度高いともうプレーエリアないんですよ。これも選手のひらめきがやっぱり中心なんですよね。まあ真ん中ガチガチでダメだってなって、で前田大然がこのスプリントも多分久保とデザインしてるわけじゃないと思うんですよね。前田選手が裏取りして高い位置取って、生まれたポケットにたまたま久保が、あここのスペース引き出せるって可変して、まあ相手も久保が可変したのに気づいてなくて、久保がフリーになって決定機できたっていう。森田って結構この試合だけじゃなくて、昔の試合でもそれこそね、本当にカタールワールドカップのアジア予選とかでもボランチから左サイドで可変して受けること結構多いんですよ。だから相手の強度上がった時に、あもうこれ真ん中で受けれないっていうの多分自分の感覚で分かってるんですよね。相手の強度高くなればなるほど、森田がここで引き出すことが結構多くなるんですよ、日本って。だから森田ここで引き出してって、まあ一旦やっぱ受けれるじゃないですか。で受けて食いつかせてから上田綺世に刺して、まあスーパープレイスーパープレイで崩してますけど、相手の強度が明らかに高くなった時に、いつもの真ん中でコンビネーションのサッカーができないと。でサイドの1対1も、まあ三笘も途中から入ってきましたけど、まあ三笘もね、ワイドでボール持った時に相手2人マークつかれて、でしかもね、もう後ろ重心なんですよね。飛び込んでこない、もう三笘には抜かれなければいいよっていう状態で2人マークつかれると、やっぱり三笘も1対1崩せないと。でそうなってきた時に、こういった隙間を作る動きというか、いやそこもやっぱり1個手札としてデザインしとくのもやっぱ一つの手なのかなっていう。今の感じだと久保とかこういう起点の効く選手が瞬間的にそこのポジションがたまたま生まれたポケットにたまたま可変してってるだけなんで、でこれを久保建英が交代したことによって、やっぱこのポケットで引き出すことがなくなっちゃったんですよね。プレーエリアがもうないんですよ、相手の強度高いと。でそこのプレーエリアの隙間を見つけられる久保建英がいなくなったことによって、もう完全にプレーエリアがなくなると。だから堂安もつけるとこないから蹴って回収できない、もうそうなんですよ。つける
ところがもうなくなっちゃったんですよね。でそれでやっぱバンバン蹴ってってやっぱセカンドも拾えないと相手の強度も高いですし、でこれはやっぱねモドリッチとかトニクロースとかあとダビドシルバとかもトニクロースよく クロースロールってよくあるじゃないですか。ボランチの位置からサイドバックの位置に流れたりとか、あれもやっぱりもう真ん中圧力かかってるなって自分でその分かるんですよね。クロースとかもうあとまあ前向きでプレーしたいっていうのは あると思いますし、 IQ の高い選手ってそこ見つけるの上手いんですよ。だから遠藤康人選手とかもそうなんですよね。長友を高い位置に取らせて、まあ、相手のサイドハーフ押し込んでもらってそこに自分が落ちてきたりとか、だから遠藤康人って結構左サイドバックの位置でプレーしてること多いんですよ。よくよく見ると長友に相手のサイドハーフ連れてってもらうんですよね。高い位置取ってもらって、そういうトニクロースとかその辺の選手は味方を動かしてそのポケットを意図的に作ってるんですけど、やっぱ今の代表はですね、やっぱ前田大然が高い位置取って偶発的に生まれたポケットを久保が感じ取ってくれるっていう、意図的に生まれたポケットじゃないんで、そこのポケットも意図的に作って意図的に流れたりとかするようになるともっとチャンスになってたのかなっていう。上田綺世の決定機もやっぱりそのポケット隙間から久保が流れてクロスしてますし、森田もやっぱサイドからやっぱり相手のプレスから逃げるようにして引き出して、一旦引き出してから崩していってるんで、やっぱそこのポケット作り隙間作りっていうのも偶発的じゃなくて意図的に作れたらもっといいのかなっていう。かといって闇雲にサイドで1対1仕掛けさせるっていうのも、それこそねもうレベル上がってきたら相手カイルウォーカーとかになるわけですから、もう三笘とカイルウォーカーに毎回仕掛けさせるってなると、やっぱその三笘の勝率もやっぱ保証されてないですから、やっぱこういったポケットプレスのかからないところを意図的に作れたりすると絶対もっと変わると思うんですよね。であとはねもう久保のいいところ、まあこれもそうなんですけど、やっぱ圧力かかってても圧力の下をかいくぐれるんですよね。これ言語化難しいですけど、狭くて強度かかった中でもやっぱ相手ディフェンスが一旦これね堂安の方に重心寄ったのをその逆を運べるんですよね。圧力かかってスピード出てる状態でも久保ってもう瞬間的に情報収集できるんですよ。あと久保の一番のいいところはやっぱ瞬間的なスプリントの速さなんですよ。多分50メートル走イランの選手と久保建英走ったら多分イランの選手の方が速いんですよ。ただ5メートル走は久保の方が速いんですよ。一瞬だけ有利になれるんですよね久保って。まあ相手が5手でファール取ったりとかプレスかかった中でも久保は一瞬時間作れるんですよね。やっぱと足の回転数もあるんですよこれって。これ南野が悪いとかじゃなくて相手の強度高くなりすぎてプレーエリアがない時に久保の一瞬の剥がすトップスピードでドリブルしてる中でも相手の重心見れたりとか味方の動き見れてるっていう、そのもう極限状態の中でもここでならプレーできるっていうか、まあそれこそまあ打開もできますけど、まあ、そういった空間を見つけられているのが久保建英だけだったんで、久保いなくなったことによって選択肢がなくなっちゃったのかなっていう。でそれこそまあセンターバックが持っててね、一瞬で降りてくるスプリントもめっちゃ速いんですよ。この分プレーエリア生まれるんですよ。この一瞬のこの本当にね細かいところなんですけど、こういうね何気ない動き出しの質も久保めちゃめちゃ高いし速いんですよ。でやっぱこの分プレーエリアが生まれるんで、そうなってくるとやっぱりもうこういう極限状態の時はボール握ってく、まあ、崩してくんだったらやっぱりもうここまでこだわんなきゃいけないですし、まあそれこそねプレスかかんないところを偶発的じゃなくて意図的に生み出せるようなデザインも僕は必要だと思いますね。でやっぱ久保がいなくなってもうやっぱこのボール何個分しかないプレーエリアがもうなくなっちゃって、もうギチギチに押し込まれる展開になったんですよね。もうこっち蹴るしかないですよ、つけるとこないんで。ここのやっぱ瞬間的に久保がフリーになったりっていうのがなくなっちゃったんで、まあ、もう蹴ったら蹴ったでもどう考えても相手の方がごついですから、まあ弾き返されますし、弾き返されてバウンドしたルーズボールもやっぱりイーブンのボールもそこもイランの方が絶対強いですから、まあどんどん沼ってった感じですよね。まあその分ね圧力かかるところでも久保はチャレンジしてたんで、まあ、その分ロストも多くなったのかなっていう印象ですね僕的には。まあシステム的に言うとこの4バック4-5-1、まあ4-3-3とこの4バックシステムって結構ね可変もしやすいんですよ。いろんな引き出しあるんですけど、例えばねサイドハーフの外をサイドバックがオーバーラップもしやすいですよ4バックだと。だからその分ねやっぱり穴も開きやすいフォーメーションだと思うんですよね。それこそねサイドハーフとサイドバックどっちも張っちゃうときやっぱり流れによってはあるんですよ。まあ、そうなっちゃうとサイドハーフも張って2人も張っちゃってサイドバックも張っちゃうと計4人張っちゃうんですよ。そうすると真ん中もうスカスカなんですよね。6人しかいないんですよ。でこれで繋げなくて蹴っちゃうとこの6人このスカスカのところでセカンドボールも回収しなきゃいけないんで、そう考えると、まあ、日本3バックもありなのかなっていう。まあ、ブライトンも4-5-1でやってて、やっぱサイドバックとサイドハーフどっちも張ってる時のブライトンってやっぱ真ん中スカスカでカウンターに対してのマネジメントもできてないんで、やっぱここ3バックにすることによってやっぱウィングバックしか張ってない状況になるんで、2人しか張ってないんで真ん中8人敷き詰まるんですよね真ん中に3バックだと。まあ、この3-4-2-1、まあ、ブライトンも今3-4-2-1ですけど、
3-4-2-1 のが圧倒的に安定感あるんですよね。で、やっぱこの2シャドウのところも、やっぱりコンビネーション日本、最後ペナルティエリアの前のコンビネーションも結構うまいですから、まあ、ここの3-4-2-1の2に、2シャドウに、まあ、堂安とか入れてあげると、やっぱ堂安ね、ワイドから中入ってきますから、もう逆に最初から中入れてあげてもいいのかなっていう。で、逆にワイドは、それこそね、伊藤純也と三笘とか、縦への推進力もありつつ、プレスバックもしっかりしてるっていう、まあ、そういった、感じでもいいのかなって僕は思いますけどね。まあ、選手のちょっとひらめきももちろん大事なんですよ。選手のひらめきももちろん大事なんですけど、選手のひらめきが意図して選手のひらめきが生きるような形にしたら、やっぱりね、日本細かいところも上手いですから、そこちょっとね、整理してあげるだけでもめちゃめちゃ強いのかなっていう。まあ、ということですね。まあ、今回はね、まあ、僕の、これあくまでも僕の個人的意見なんで、やっぱ強度高い相手になってくると、やりたいことできなくなってきますから、そこのやっぱりね、それでもやっぱりちゃんと、隙間ありますから、この上田綺世の決定機とかもちゃんと隙間ありましたからね、そこ久保ちゃんとそこの隙間に移動できてますから、そういったところを意図的についていけるような感じになったらもっと強くなると思いますね。ただ日本はやっぱフィジカルレベルそこまで高くないです、やっぱり。だから選手が繋がってた方が絶対いいとは思うんで、やっぱそこの選手の繋がりっていうところは大事にしつつ、いろんな引き出しをね、肉付けしていけたらもっといい日本代表になると思いますね。まあ、ということでですね、まあ、ちょっと残念でしたけど、ワールドカップちょっと楽しみですね。でもやっぱ面白いっすよ、日本戦は。昨日はちょっと残念でしたけど、まあ、今後もね、タイタ FC は引き続き日本人選手を中心に応援していきたいので、今後ともよろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。ありがとうございました。君を愛してきた